北朝鮮に拉致された横田恵美さんの父親で、拉致被害者家族会の前代表横田茂さんが亡くなりました。87歳でした。横田茂さんは脱水症状を訴えて、2018年4月から川崎市内の病院に入院していました。茂さんの長女恵美さんは1977年、13歳の時に新潟市の自宅近くで行方不明になりました。茂さんと妻の咲江さんは恵美さんを探し続け、 20年後に初めて拉致の可能性が明らかになりました。1997年には拉致被害者家族会を結成し、10年にわたって代表を務めて被害者の救出を訴える活動を全国各地で行いました。その回数はうに1000回を超えています。2002年に北朝鮮は拉致の事実を認めましたが、めぐみさんは死亡したと説明を受けていました。